ここは今垣の動きが注目でありますが、それぞれがそれぞれ主張する構えです。どうやら枠なりで落ち着きそう。ボートレース宮島の G1 宮島チャンピオンカップ開設63周年記念。カードは第11レース、2つ目の準優勝戦です。対戦メンバーは1号艇池田浩二、2号艇大谷智之、3号艇前田翔太、4号艇坪井康晴、5号艇山口剛、6号艇今垣幸太郎。以上6メンバーの対戦。インコースで人気を背負った1号艇です。ディフェンディングチャンプ池田浩二。バランスの取れた仕上がりでさらにここに来てじわりと両下の好ムード。2コース2号艇魚谷智之もレース足はよく仕上がり上位。3コース3号艇前田翔太は仕上がりもさることながらレース内容も充実。角1が4コース4号艇は坪井康晴。伸びよく瞬発力のある足。5コース5号艇山口剛は大幅に部品を変えての一発勝負。そして6コースとなりました6号艇は今垣幸太郎。3対3では枠なりの第11レース準優勝戦。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。スリットは横一線きれいに並んでわずかにダッシュで覗いていく一周1番か。それでも1号艇先前2号艇3号艇が握り合った。内について4号艇間を5号艇山口でバックが抜けて先頭は押し切った独走1号艇の池田浩二。2番手争いが3艇混戦。内から4号艇5号艇そして外に2号艇スタートは正常でした。1周2マーク独占回は1号艇池田。2番手最内から6号艇がやってくる今垣。ここを進んで4号艇さらに握って5号艇の山口。ホーム側へ戻りますが先頭は抜けた1号艇の池田です。2番手争いからは4号艇坪井がリード。3番手内に2号艇魚谷外に5号艇の山口でレースは2周目に入っています。2周の1マーク2番手で回っていく4号艇坪井の内からくるっと2号艇魚谷が回る。そこを差していく5号艇山口。バック側へ抜けて3番手争いからは5号艇山口がリードを2艇進。そして前の2番手4号艇の坪井までは3艇進差。上位体系は1番4番5番。まだまだ差がなく2号艇の魚谷も粘っていまして、これから2周2マーク。トップは人気の1号艇池田。2番手4号艇坪井の懐を5号艇の山口でありますが届かず。上位体系は1番4番5番でレースは最終周回に入ります。ここはきっちりと陰線ものにします。押し切って人気に応えた1号艇池田浩二。トップで3周1マーク。2番手には4号艇の坪井康晴。3番手は5号艇山口が外を回って合わせるように2号艇の魚谷が追ってきますが、上位体系は変わらず1番4番5番です。1番4番5番このままですと3連単 17.4 倍、1番4番2連単 4.2 倍を示しております。ラストターンマークにかかってトップは1号艇の池田浩二。2番手4号艇坪井康晴。3番手さあ5号艇山口。2号艇内から大谷が急接近でありますがしのいだ5号艇山口。3番手145先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、5番2番ゴールイン、6番ラスト3番がゴールイン。